した。さあ、前回に引き続き、はい、次はマギーのエステということで、はい、はい、楽しみです。今回フェイス周りをやっていただけるので送信、そうね、はい、先生、前回の足つぼ、はい、それを受けてですね、はい、この後、その気持ちよさをマギーにも体験してもらうと思います、はい、こっちは痛くない、だいぶ痛かった、大人になりますでもね、先生 の気持ちよさも、はい、今の痛さも、はい、それからどんどん気持ちよさに頑張って、そうですね、健康のためにね、はい、最初はちょっと我慢してもらって、はい、だって前にもちょっと着替えてもらって、はい、ちょっとね、体張ってる、ね、体張ってますね、まあ、見たくないじゃん、そうですよね、いやいやいや、そのマギーと一緒に、はい、今日はそのエステの部屋に入らせてもらって、はいはい、その鎌田先生と僕にとっては、はい、男子禁制の、はい、そうですね、禁断のね、はい、部屋に体験ゾーン、もう見たことないですもんね、ねえ、エステね、はい、じゃ早速お邪魔しましょうか、はい、お邪魔します、お邪魔します、こんにちは、これいいかな、はい、ありがとうございます、いいんですか、はい、こんな風になってるんですね、なんか不思議な、やっぱでもこうお部屋がね、女の子っぽい感じで、ね、そうですね、可愛いですよね、やろうどもずっと無縁の、でもなんかここにはこう女性を美しくするためのさまざまな技術や道具がてんこ盛りなんですね、ねえ、うん、楽しみです、もう取り揃えて、うん、まずそれ何から始めますか、はい、今日はクレンジングです、はい、でもこの後また行かれるところがあると思うので、うん、今日はお顔前、はい、ここだけちょっと、はい、緊張してるね、緊張しますよ、うん、ね、エステの内容によって、はい、これはあの顔送信といって引き締めのジェルを使うので、はい、あのお顔温めないように冷たいのでですね、はい、普段のエステのお顔のエステの時はスチームを当ててポカポカ温めて、温めながらね、蒸気のやつですよね、内容によって、あ、クレンジングもその時によって違うんですね、はい、見慣れないんでちょっと面白いですね。鎌田先生も僕も黙ってまうまあでも見てるだけで先生どうですか、こう気持ちよさそうですよね、そうですね、これは本当に、ね、だからもともと肌って汚れ落としは自分でできないんです、でもそれ以外のことって本来水分を蓄えたり油分を蓄えたりいろいろ作り出したりっていう、なんかあったか、あったかいでしょ、それ温めてたと、本来は自分でできることなので、へ、これは何を塗ってるんですか、これはね、あの修理層ジェルという送信ボディデザインジェルといって、そのお肌を勘違いさせて脂肪分解していく、遅くなってくる、はい、先に触ってもらったらよかった、ペタペタ触ってこう、まずは2段階なんですけど、これ今塗り込んで、ほう、出てこなかったですけど見えたら楽しいんですけどね、うん、このジェル作ってるのは大阪のメーカーなんですけど、それこそあのご病気で運動制限とかで運動できないで、うん、あの脂肪が溜まってしまう方の要は医療的な送信とかそういうものに、あ、じゃあ顔だけじゃないんですか、はい、他のところでも使える、私の得意はね、背中と太ももあの一度で意外と結果が出るのでやってて楽しい、本当はお腹してほしかったんですけどちょっとそれはね見せれないので、ね、そんなお披露目ね、うん、できない、もったいないことできない、まあ、気持ちいい、気持ちいいです、どうしよう寝ちゃったらと思って、うん、なんかね見ててもね、うん、ちょっと僕はその男やけど、うん、ちょっとやってほしいなと思うね、ね、そうですね、と顔送信もできます、うん、おお、他のエステはね、あの化粧品とかやっぱり違うので、うん、化粧品は違うね、きめ細かい、さんきっとね、うん、あのアボシュッとします、本当、はい、なんか今すって風が流れてる、北川景子さんみたいに、ね、なっちゃうよこれ、なっちゃったら嬉しいな、楽しみですね、ね、甲子園
の北川景子って言われちゃう。ちょっとなんでやねんって言われそうだからね。誰に？みんなに突っ込まれそうだ。はい、多分顎がね、シュッとなりますか。お疲れ様です。はい、ありがとうございました。はい、あ、どうしよう、切れるかな。はい、はい、はい、ありがとうございます。どうですか、まずマギ感想そこで。もうなんか、あの遠い世界に行ってました。もう気持ちが遠のいて、なんかちょっと仕事忘れそうな感じ。気持ちよかった。気持ちいいです。うん、どうかな。先生もせっかくですからマスク外してる。あ、本当綺麗なお顔で、ね、ノーメイクなんだよね普段。いつも今日はしてるけどね。今日すごい肌綺麗、可愛らしい ね、可愛らしいね。うん、あの実際今日マギーにした施術ってどういう内容ですか。今日はあのフェイシャルのメニューと送信のメニューってあるんですけど、送信の方の顔痩せ、顔送信フェイシャル、お痩せのメニューになります。でも本来は今日はちょっと時間短縮でここだけでしたけど、お顔全体引き締めをします。はい、お顔から首元まで。なるほどね。でその、一番こう最短のパッケージでどれぐらいの時間が必要なんですか。最短で45分。ただ大抵のメニューはだいたい目安が90分とかが多いです。へー、40分のやつでおいくらですか。45分で4200円です。90分で、90分のお顔の送信ってない方のお顔は90分で3500円。安い。90分では安い。3500円で北川景子さんになれる、なります。多分中身はすごくいいと思います。お子さんの今井先生と同じで、あの本当に身近にエステしていただきたいので、その基本のコースは値段をグッと抑えてます。前石膏パックしてもらったことは、今はもう今石膏パックをやってない。こっちの増進の方がちょっと閉まるので。なるほどね。だからメニューも随時エッグして変えてます。変わってるんですね。なるほど。じゃあ聞いて、いろいろ聞きながら、うん、そうね、ね、いろんなメニューを選んでもらったらいいですよね。はい、またあのたくさんの人たちにも、ミーナトーボさん、ミーナトーボさん、ミーナトーボさん、はい、ミーナトーボから取りました。いい鳩は、まあ、いい鳩は、まあ、宮沢賢治の理想。あ、なるほど、はい、それとみんなと合わせてつけます。なるほど。私もその甲子園客参考道も美人だらけだった。美人だらけだったらいいと思いますね。あふれてもらった方がいいですよね。メンズも美しく、メンズもね、より美しく、はい、女性もね、はい、ぜひ一度足を運んでいただいて、はい、綺麗になっていただきたいと思います。そうですね、はい、ぜひお出ください。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。